どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA が国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーンを発表いたしましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、国内線ね利用していただくとボーナスプレミアムポイントがねもらえるキャンペーンをとうとう ANA がね発表いたしました。まあ私はね3月に来なかったのでもうないのかななんていうふうに思ってたんですけども、本日4月18日にですね発表されました。で今回のキャンペーンはですね、プレミアムポイントがもらえるキャンペーンというふうになりますんで、2022年にですね ANA のステータス防衛されたい方、またね SFC 事業ね検討されている方はですね、かなりいいキャンペーンというふうになっておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずキャンペーンの詳細ねいきたいと思うんですけども、公式サイトねこういった形になっておりまして、 ANA 国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーンということで、今回のねキャンペーンの内容は ANA および ANA グループの運行されている国内線を利用していただくと、搭乗1区間につき1000ボーナスプレミアムポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になります。まあこちらねプレミアムポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になりますんで、スカイコインだったりねマイレージがもらえるキャンペーンではなくて、 ANA のねステータスに必要なプレミアムポイントっていうのがあるんですけども、こちらがもらえるキャンペーンっていう風になります。で期間がですね、2022年の4月の25日から2022年7月31日までっていう風になっておりまして、今回のこのキャンペーンはねエントリー不要ということで、またね対象者も ANA マイレージクラブのね全会員っていう風になりますんで、どなたでもですねこちら会員登録していただければ参加することができます。で対象路線なんですけども、 ANA および ANA グループが運行されている国内線全路線っていう風になっておりますんで、またねこちらコードシェアもね対象っていう風になっておりますんで、コードシェアね組んでる便でも ANA 便名でね予約されたものに関してはこのキャンペーンね対象っていった形になります。で対象運賃なんですけども、マイル積算率 75% 以上のね国内線運賃っていう風になっておりまして、積算時期なんですけども、こちらね公式サイトにね載っておりますので、まあ詳しい日付はねここ見ていただければなと思うんですけども、まあ搭乗日によってですねボーナスプレミアムポイントのね積算時異なるようになっておりますんで、こちらね皆さん各自でねチェックしていただければなと思います。それではまずですね、今回のこのキャンペーンなんですけども、4月の25日からね開始になるということで、この動画が出てるのはね4月の18日っていう風になりますんで、まだねキャンペーン開始になってないんですよね。4月の25日の月曜日からね開始になるっていう風になりますんで、この点ね注意してください。またですね、今回のキャンペーンはマイル積算率が 75% 以上のね運賃が対象っていった形になるんですよね。でこのマイル積算率って何ですかっていう話なんですけども、こちらね公式サイトがね飛べるようになってるんですけども、こういった形で運賃1から運賃13までねあると思うんですけども、このね一番左に記載されている積算率っていうのが今回のキャンペーンね 75% 以上であれば、こちらね対象になるっていった形になるんですよね。ですのでこちらで見るとね、運賃1から7で9、10ですかね、対象になるっていう感じですね。まあそれ以外のね運賃だと今回のキャンペーンがね対象にならないっていった形になるんですよね。で注意していただきたいのは、 ANA のタイムセール、あとね ANA の感謝の日、あとね、トラベル系の、まあ、ヤフートラベルとか楽天トラベルとかねあると思うんですけども、ああいった感じのねパックツアーありますよね。ああいったものはですね個別包括運賃っていうのが適用されているっていう風になりますんで、まあ、そういったね割引だったりパックとかでね入っているものに関してはこちらのキャンペーンね対象外っていった形になるんですよね。それでは次にですね、今回のキャンペーンでどういった感じでねプレミアムポイントがね溜まっていくのか、軽くね例を見ていきたいなと思うんですけども、今回のキャンペーンはですね、どんなに近い路線でも1区間につき1000プレミアムポイントがね獲得することができるんですよね。また1搭乗ごとに1000プレミアムポイントがねもらえるっていう風になりますんで、私昨年ねかなり利用したバリュートランジットっていう乗り継ぎ運賃がありますけども、ああいったものに関しても2つね搭乗すれば1つの搭乗に対してね1000ポイントがプラスでもらえるっていう風になりますんで、個人的にはね近場路線と乗り継ぎ運賃がねおすすめになるかなと思います。まず
ね、羽田伊丹路線でね、ちょっと調べてみたんですけども、運賃7の ANA スーパーバリュー75で8210円ですね。こちらの獲得できるプレミアムポイントが420ポイントがね、獲得できるわけなんですけども、今回のキャンペーンね、1区間で1000プレミアムポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、羽田伊丹だけでですね、こちら1420プレミアムポイントがね、獲得することができるって言った感じになるんですよね。で、これのね、1PP 単価っていうのをですね、出してみると、1プレミアムポイント 5.78 円っていう風になりますんで、この PP 単価っていうのは基本的に10円を下回ればですね、お得という風に言われておりますので、かなりね、いいのではないのかなと思います。またね、こちら道路線をね、プレミアムクラスの株主優待割引運賃でね、出してみると、24,610円っていう風になります。で、こちらで獲得できるプレミアムポイントが1100ポイントっていう風になりまして、今回のキャンペーンで2100ポイント。ということで、プレミアムポイントのね、PP 単価は 11.7 円っていった形になるんですよね。まあ、プレミアムクラスということで、10円を上回るわけなんですけども、まあ、プレミアムクラスでね、利用していただくと、ANA ランチもね、利用することができますし、大きめの座席に食事ね、いただけるっていう風になりますんで、まあ、どちらを選ぶのはね、好みになるかなっていう風に思うんですけども、この羽田伊丹路線でね、片道8000ちょっとのね、値段で、1420プレミアムポイントがね、稼げるっていうのはね、かなりいいのではないのかなと思います。それでは次に、乗り継ぎ運賃のバリュートランジット28ですね。こちらで検索してみたんですけども、昨年ね、私がすごいね、利用させていただいた、羽田から沖縄、沖縄から石垣島。この路線ですね。先ほども言いました通り、こちらね、1区間につき1000ポイントをね、もらえるっていう風になりますんで、こういった感じでね、2つ乗り継いだ場合は、片方ずつにね、1000ポイントがもらえるっていう風になりますんで、1日でね、がっつり稼ぎたい人はですね、この路線ね、結構いいのではないのかなと思います。で、価格がですね、羽田から那覇、那覇から石垣、これで、バリュートランジット28でね、出していただくと、運賃価格が、片道22,350円ということで、獲得できるね、プレミアムポイントが、羽田沖縄で1676ポイント、那覇から石垣島で570ポイントっていう風になりまして、今回のキャンペーンではですね、1路線につき1000ポイントがもらえるっていう風になりますんで、プラス2000ポイントがね、2登場してるんでもらえますよね。ですので、合計のね、獲得できるプレミアムポイントは、4246プレミアムポイントがね、獲得することができて、1ポイントの PP 単価はですね、5.2 円っていった形になるんですよね。いやね、やはりね、この路線もね、1区間につき1000ポイントがもらえるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。で、こちらはね、往復1日でね、行って帰ってくるっていうこともできますんで、まあ、体力はね、結構持ってかれるわけなんですけども、当日往復ね、していただくと、1日だけで8,492プレミアムポイントがね、稼げるっていった形になりますんで、45,000円ぐらいでね、これでできるっていう風になりますんで、まあ、かなりね、いいのではないのかなという風に思いますね。ということで、今回ですね、ANA が、国内線ボーナスプレミアムポイントキャンペーンを発表いたしましたので、速報ということでね、動画作らせていただいたわけなんですけども、昨年ね、2倍キャンペーンがあって、で、ずっと延長みたいな感じで来てたわけなんですけども、まあ、最後の方だけね、沖縄だけ外されたんですよね。で、それ以外の路線だと2倍みたいな感じになって、まあ、2021年はね、それで終わったんですけども、まあ、2022年になってですね、1月からね、今までこのプレミアムポイントのね、キャンペーンはずっと発表されるのか、されないのか、みたいな感じでずっと思ってたんですけども、まあ、とうとうね、発表されましたね。まあ、去年の2倍キャンペーンに比べると、まあ、去年の2倍キャンペーンはどこでもね、最初の方は2倍でね、利用することができたので、まあ、それもいいのかなと思うんですけども、まあ、今回のね、キャンペーンは短い路線でもプラス1000ポイントがね、もらえますので、まあ、この点はね、結構いいですよね。だから、羽田伊丹とかでね、結構稼ぎやすいっていうのはですね、かなりいいのではないのかなと思います。まあ、乗り継ぎとかね、やはり、どっちかはね、短くなるんですよね、路線的に。で、短くなったところもですね、1000ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、去年のキャンペーンもね、かなり良かったですけども、今回のキャンペーンもね、短い路線でもね、1000ポイントがもらえるので、まあ、結構いいキャンペーンではないのかなっていう風に
思います。で、これでね、今回 ANA がね、このプレーンポイントね、増量のキャンペーンを始めましたので、まあ、今後ね、JAL が追従してくるかっていうところですよね。まあ、去年ね、JAL に関しては、下駄履きは発表したんですけども、FOP 増量とかね、そういうのは発表しなかったので、JAL がね、どういった感じでキャンペーンを出してくるかね、かなり楽しみですよね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。